これが一番低い。低い低い低い、あ、間違えた。はい、音の醍醐味なのか、あ、いけない、マリナのキャラクターなのか。元神チャンネル、おちっこ恥ずかしいの、チン。こんにちは、松本マリナです。ドクターの元神です。 MC の萩原です。マリナの味噌ランキング、今回は私松本マリナの理想のおちっこ、略して理想をランキングで発表します。ノミネートは人大きい、竿太い、性コントロール抜群、おちっこ長い、硬さ、清潔感です。こちらの6項目が目の前のプレートが置いてありますので、うん、6位から順番にですね、下に貼っていっていただくってことで、悩みますね、これね。第6位、低いのはやっぱり病気になりたくないから、はい、これが一番低い。低い低い低い、これ別に清潔感なくてもいいよってこと。間違えちゃった、はい、やるんだよ。逆ですね。一番どうでもいいのどれですか。長い長い長さはいらない。長すぎちゃう。無理を経験したら、はい、男の人もかわいそうだもん。あんまり長くしすぎちゃうと根元まで入れないから、はい、最初はまああんまり、まあ、あんまりいないけど射精のコントロールそんなに重要ではない。もし休んでもう一回戦できるんならよし、早く行っちゃうんだったら何か違うことで育み合えばいい、うん、なるほど。早く行っちゃってもいいよっていうこと、はい、それはちょっとよくわかんないから真ん中に置いておいて、はい、顔が太い、だから硬さがあった方が気持ちがいいのか、はい、何が一番好きなんだろう。私別に好きになった人の好きになっちゃうんだよねあ、そうでもないんですね、うん、なんか見えてきた見えてましたこうだな、おお出ました。なかなか大事ってことですか。そうですね、私がこう締めなきゃいけなくなっちゃう。なるほど、圧迫されてる感じだ。圧迫されてる感じ、スカスカな感じだと私に原因があるのって思っちゃう。ゆるい時って分かります。すごい分かる。自分の中に空気が入っちゃうと、はい、中で遊びがあるっていう時は自分で空気抜いたりする。やっぱり存在感がある方が好きっていうか理想。こすりとスコスコすると痛いっていうのあるんですか。こすり続けてると同じところってそりゃ人間って痛くなりますよね。だからそれは相手の思いやりで、あっち行ってみたりこっちこすってみたりなるほど、理想って感じの話はどうかな、うん、好きになった人の好き。元神チャンネルには美容整形バージョンもあります。ぜひ見てください。お願いします。仕方がちゃんとなってなったら教えてあげたりもするんですか。あ、こうして、そうそうそう、うん、あそこがいいとか、もうちょっと手前とか言うんですね。なるほど。もしいいとこがあったら言ってよ、はい、で、こう優しく言われたらさ、うんって言うじゃん。マリナのまとめとしては、はい、好きになった人のおだったらそれでいいんだよということと、はい、存在感ですね。存在感。このシリーズでは唯一マリナさんが清潔感はある意味プレイだ。かつての女優さんとはだいぶ違います。違う、大人の醍醐味なのか、あ、いけない、マリナのキャラクターなのか、今度はまた仕方について教えてください。そうですね、仕方を教えてあげる、はい、マリナ先生の直接のメッセージを受け取れるように患者様に伝えていきたいですね。ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。この番組の登録をお願いいたします。皆様からの質問をお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。採用された方にはプレゼントもご用意しております。どんどんご応募ください。待ってます。